間違いなく筋肉になります。今回はですね、体重100キロの僕でも、まあ秒速で腹筋が割れた3つの方法についてお話ししていこうかと思います。正確に言うと、秒速ではないんだけど。で、僕は体重が100キロあっても、まあ腹筋の溝ですね、まあ輪郭は消えることがなく、まあ見える状態だったんですよ。ある程度脂肪が乗ってても、腹筋のその溝ってのは見える状態でした。僕が腹筋をその見える状態にできた方法っていうのをね、今回教えようと思います。じゃあ早速、1番の腹筋を分厚くしちゃえばいいんだよっていうことについてお話ししていきます。僕はね、まあダイエットをすれば、それは腹筋、割れてくるんですけど、オフで脂肪が乗ってる時期もある程度腹筋が見えてる状態なんですよ。それはなぜかというと、腹筋が分厚いからなんですよね。まず単刀直入に、まあ、お伝えすると、人間はみんな腹筋割れてます。みんなです。腹筋あるんです。人類みんなです。みんな腹筋はあるんだけど、その上に脂肪がね、まあ、乗っかっていて、まあ、溝が見えないだけなんですよ。腹筋が割れてないもう一個のね、理由が腹筋そのものが薄いからです。お腹に脂肪があまり乗っていなくても、腹筋そのものがペラペラだったらね、溝も浮き上がってきません。ここで僕が言いたいのは、腹筋を分厚くさせようっていうことです。じゃあどうやって腹筋を分厚くさせたらいいのって話になるんですけど、僕がおすすめするのはもちろんアブローラーです。100キロ超えてる僕でも、まあ腹筋の溝が見えるくらいに割れてるのは、まあアブローラーの高強度トレーニングがあってこそだと思っています。次に、減量と増量を繰り返そうということに関してお話ししていきます。僕とね、 SNS でつながってるボディービルダーは、減量と増量を繰り返すことで女子棒体重が増えていって、なんか強くでかくなってる感じがするんですよね。これは僕がなんとなくで言ってるわけじゃないんです。日本のね、トップビルダーである、まあ、ゴード・コウジさんもなんか似たようなこと言っています。まあ、一年中増量期で、まあ、でかくなってるやつはいないと。オンとオフを繰り返すことで、でかくなってるってね。実際に僕も、減量が終わった後ですね、まあ、学生時代すごい体感したんですけど、減量終わった後のね、まあ、強くなっていくスピードっていうのが半端なくて、減量前に扱っていた重量をね、まあ、あっという間に更新してしまいました。減量で枯渇した体に、なんか栄養を流し込むことで、筋肉がどんどんね、栄養を吸収していって、まあ、でかくなる、強くなるっていう感じですね。ちなみに、どれくらいね、まあ、減量すればいいのかと言いますと、まあ、最低でも3週間程度でいいそうです。今まで、まあ、自由に食べていたね、まあ、炭水化物の量を落とすと、3週間ほどでインスリンの感受性が戻るとされています。インスリンの感受性っていうのは、まあ、筋肉に炭水化物の栄養を取り込む感度のことを言うんですけど、これが鈍ると脂肪細胞にね、栄養が行きやすくなってしまいます。減量によって栄養に緩急をつけてあげることによって、解放した時にフルでね、栄養を吸収してくれるようになります。この時筋肉はすごい栄養にね、敏感になっている時期なので、食べるものには気を使った方がいいです。じゃあせっかくの減量を無駄にしないためにも、身になるものをねたくさん食べるようにしましょう。例えば鶏胸肉、あ、まあ牛肉もそうだけど、あとご飯にパスタやマグロやカツオの刺身、あと卵なんかですね。タンパク質もまあなるべくね固形物で食べるとグッドです。間違いなく筋肉になります。じゃあ最後に、どのくらい食べればいいのかっていうことに関してお話ししていくんですけど、その続きは概要欄に貼ってありますノートをご覧ください。僕はね、普段まあ物食べるものは決めてるんですけど、何グラムとまでは決めてないんですよね。だから普段の情報発信では結構適当に食べてますみたいな、グラムは測ってませんって答えるんですけど、本当はどれぐらいね食べればいいのか、炭水化物、タンパク質、脂質何グラム取って、全体の総カロリーは何キロカロリー取ればいいのか、減量するときはだいたいどれぐらいから始めればいいのか、増量するときはだいたいどれぐらい何を食べればいいのかっていうのを本当は決まってるんですよね。で、その気になる数値分量っていうのはぜひね、概要欄に貼ってありますノートをね、ぜひ購入していただいて、ちょっと見てもらえればなと思います。